はい、じゃあ妊婦検診やっていきますね。赤ちゃんの状態確認していきましょう。医師が見ているのは妊婦のお腹を再現した医療模型です。札幌市内にある研究施設、医師が機械を操作していますが、画面に映る医療模型はどこにも見当たりません。一方、札幌から40キロ近く離れた岩見沢市内、そこにあるバスへ乗り込むと、奥には診療スペースが広がります。そして画面に映っていた医療模型もありました。行われていたのは遠隔による妊婦検診の実証実験です。あ、いいですね、ありがとうございます。 NTT 東日本と北海道大学などが進めるこの実験、 5G 回線を使った最新技術が盛り込まれています。感覚のフィードバックというのは新しい技術であって、そして画期的な技術でした。遠隔操作の機械を通じ、患者に触れる感触まで伝わってきます。記者が体験してみると、あ、本当にこうペンがテーブルに当たる感覚というのが右手に通して伝わってきますね。従来のロボットっていうのは離れているところから設置するところまで全てこう目で確認をしながら自分のポジション位置っていうのを確認しなくちゃいけなかった。エコーの画面だけを見ながら操作が可能になっています。実用化に向けてはまだ動きの連動性や精度に課題があるということですが、将来の壁地医療の救世主として注目を集めそうです。